瀬戸、潮は、海上自衛隊の潜水艦。親潮型潜水艦の10番艦。艦名は、瀬戸の潮から由来し、この名を受け継いだ、日本の艦艇としては、有潮型潜水艦、瀬戸潮に続き2代目にあたる。瀬戸潮は、中期防衛力整備計画に基づく平成14年度計画2700トン型潜水艦8114号艦として、 三菱重工業神戸造船所で2003年1月23日に寄港され2005年10月5日に銅造船所で挙行された命名浸水式において防衛庁長官大野義則により瀬戸市をと命名され浸水2006年7月6日に講師開始、2007年2月28日に収益し同日付で第二潜水隊軍第四潜水隊に編入され 横須賀に配備された。2014年8月22日、米国派遣訓練に参加するため横須賀を出港し、9月中旬から10月下旬までハワイ方面に滞在して諸訓練を実施し、11月22日、横須賀へ帰港した。2021年1月14日から同年4月1日にかけて日本からハワイ諸島に至る海域において実施される。 令和2年度、第2回米国派遣訓練に参加する。期間中、米海軍の協力を得て、洋上訓練及び施設利用訓練を実施し、戦術技量の向上を図る。現在、第2潜水隊軍第4潜水隊に所属し、提携校は横須賀である。ありがとうございます。